皆さんこんにちは、ピエロです。まゆこ、今日はゆいさんが私のことをどれぐらい知ってるかっていう話です。なんかゲームね、そのやつ、うん、そのやつ第1問、はい、だらん。わー、ちょっと待って、一番嫌いな食べ物、え、もうかけた、うん、野菜、え、これなんだろう、いや、食べ物、食べ物じゃん、これだけ嫌なやつ出た。あー、分かった、嘘、うん、結構一般的じゃない、私も嫌いでしょ、あ、嫌いと思う、多分、多分絶対そうだ、食べれないって言ってたと思う前、え、でもそんな、わ、当たってるかも。シャッ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 、当たってるかも。いっせーので、じゃん、え、あ、私も出すの。パクチー、パクチー。私嫌いなのよ。そうそう、すごい嫌い、うん、嫌い、食べれない、食べれない、ちょ、もう入ってたらやつがいるってなる、あ、わかる、すぐ、うん、ね、おる、うんうんうん、そうそう、食べれない、一緒だ一緒だ、え、すごい、ね、すごい、じゃあ何も聞かずに書くわ。好きだった教科。教科ね。え、長い長い長い。なんかあれだね。早かったね。長くない？国語。おお。違う？美術か。そう、美術。当たんないね。当たんなかったね。でもこっち文化系やん。2番目。2番目に好き。国語。何が一番好きだったの？一番好きだったのは。長い長いよね。音楽、あー、リコーダー、リコーダー、すごい、ピピコ吹ける、ピピコ吹ける、そう、歌も好きだ、あー、音楽、歌好き、でもあれやね、歌唱コンクールとか好きだった、好き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 、え、国語好きそうじゃない、なんか話読むの好きそう、物語とか、あ、好きそう、なんか想像力豊かじゃん、マヨさん、でそうなんだ、だから好きそう、当たってる。こと、こと、知ってる、言葉じゃなくてこと、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 これしてくれたら嬉しいこと、いっぱいあるね、してもらったら嬉しいこと、え、あ、え、なんかもうすごいね、でもこれ書いちゃったら1個の方がいいのかな、まあいいや、はい。じゃん、一緒に笑ってくれる、あ、含む、あ、へえ、じゃん、そも広げルール、何何どういうこと、広すぎ、どういうことよ、ルールがあるの、ルールがある、え、何何どんなの、ルールがある、え、帰ってきたらただ今のハグ、かわいいね、ちゃんと一緒におやすみ、え、一緒にちゃんと寝ること、そうなの、うん、いつからいつから、結婚してから、うん、すごくない、やだ、そうなの、なんか恥ずかしくなってきた、こっちが恥ずかしいよ、そうなんだ、初耳、そう、うん、すごいね、そうだよ、恥ずかしいけど、はい、やめよやめれないよ、でもこれも含む、これも含む、あ、で、どうよ、いいね、うん、めっちゃいいわ、素敵すぎるわ、恥ずかしくなってきた、あ、ちょいね、ルール作ろうね、私もね、ルールいるわ、ピエロルール作ろう、ピエロルール作らないと、自分でお疲れ、お疲れ、でもあれもあるよ、一緒にやるルールにこれなんか、どのタイミングで声出されてやらないといけないんだ、キタキタじゃんってやらないといけない、すごい、たとえ外でも、うそ、はい、あー面白い、これ面白い、いいわ、分かるわけないけどね、そうだね、え、いいわけよ、いっぱいあるよ、そんな何個か、ここいつも言われるやつ書けばいいってこと、あー、めっちゃある、どうする、スタッフって言ってもらわないと、スタッフオッケー、何個書いた、3つ、じゃあ4つ書いて、だって4つ書いた、え
四つ書いた。うん。いいよ。行ってみるよ。エミから行く。はい。行きます。はい。1、笑うところ。2、変なところ。3、可愛いって言ってくれるところ。うん、ありがとうっていうところ。合ってる？うん、違う。でもそれもそう。合ってるんじゃない？それもそう。じゃん。見た目可愛いのに面白いところ。明るく元気なところ。気が利くところ。場の空気を和ませられるところ。真面目だね。すごい。真面目に答えちゃった。でもこれも入ってる。ありがとう。嬉しい。いいところいっぱいです。でも見た目可愛いのにもうとっぴでもないようなこと言ってくる。そのワードパワーワードこの口から出るっていうこともたまに言うし、本当もうこんな感じで明るく元気でしょ。気が利くところはタコ紹介でもあった。誰かが言ってた気が利くところっけ、うん、仕事が早いとかね、なんか多分周りをめっちゃ見てると思います。他の空気を和ませられるところはもうそのままみんなでこう喋っててもパッてなんか言ったらみんな笑う。だからでしょ、変なところと被ってるかも。そういうことね。確かに変化もそこ、そういう点は。だって昨日の夜はクジラが人食べる映像を見てっていう動画見たんだって言ってたし面白かった言われて。面白いって言ったらダメだよね。麺類って何？そっちのランキングなんだ。え、ラーメンとかってこと？うわ、むず。できた、できた。何ができた？はい、1位冷麺、2位ラーメン、3位おうどん、4位おそば。1位冷麺。なんか、語呂やばない。1位冷麺、僕いけない。3位おうどん、4位おそば。忘れてた、1個目。好きなん。フォージャージャーメン。じゃん。1位スパゲッティ。お、2位冷麺、2位冷麺、3位ラーメン、4位おうどん、5位おそうめん。全然当たってなくない？はは、レイメン。ちょっと待って、レイメン。ラーメンもひらがななんだけど。レイメン、ラーメン、おうどん、おそば、ジャージャーメン。くせすごいか。ラーメン。おへえ。あ、おうどん。どっち？おうどん。1位おうどん。へえ。2位ラーメン。うん。3位冷麺。うん。4位ジャージャー麺。5位おそば。あ、パスタ、パスタ。おそばはランク外。あ、5位パスタ？え、そば？あ、今日食べたよね、それ。うん。好き好き。でもランク外だ。片焼きそばだったら最初書いてたよ。4位。じゃあさ、これで終わりにしよう。最後に、じゃあ麺類よりも好きなものなんちゃらって言って終わり。最初の一発目。ドッて。すまんすまんすまんやで。いいよ。え、麺類よりも好きなもの、うん、何、何類とか、なんか、まあ、どんぶりとか何でもいいの、そういう何？ルイでいこう。ちょっと待ってね。何でもいいの？カレーとかでもいいよ。唐揚げとか。ああ。これあったらすごいよね。みんなで。ルイなんて私？サッカーも参加した。食べ物の中で一番好きなものにしよう。私最近好きなものにしよう。最近好きなやつ。いっせーので、果物。ぜひ仲間たちとやってみてはいかがでしょうか。はい、せーの、バイバーイ。